高無線通信、光無線通信とは、赤外線から可視光線までの間の波長の電磁波、光線を用いた通信であり、無線通信の一種である。以前は天候などの妨害により、効率が悪いとされていたが、技術の進歩により、メガビット毎秒からギガビット毎秒程度の通信速度が得られるようになったこと、また、近年の電波による、 無線通信の需要増による電波資源の逼迫などの事情から今後の有力な近距離通信手段として注目されている。また、基本的に無線電走路は電波法に言う電波 3THZ 以下の電磁波波長 0.1mm 以上でないため無線局免許が不要であることも利点である。2010年代に入って摂氏1500度に達する高温レーザーにより 雲に穴を開けて、地上と宇宙空間の間で通信する方式まで提唱されている。なお、PC、携帯電話やリモコンなどに使われている赤外線通信やイルダも、公務線通信の一種である。民生用製品では、音声の転送手段として、屋内用視聴覚システム、コードレスヘッドホンなどに応用されている。また、旧日本軍で昭和初期に、 放電管による野戦用携帯光電話機、不評連絡用携帯光電話機が実用化されていたという。通信距離は2から6キロメートルニコンカメラの小ネタ。高額通信には多様な携帯があり1000年にわたって使用される。古代イギリシャではクレアキシーネス、デマクリータストッポリビオスによって開発された松明によるアルファベットの符号が使用された。現代では 腕木通信や開航通信と呼ばれる太陽、光無線電信が開発され符号化された信号をやり取りする。1880年にアレクサンダー・グラハムベルと彼の助手のによってが、ベルがワシントンに新しく設立したボルタ研究所で開発された。ベルは彼の最も重要な発明だと考えた。音を高速に乗せて連想する。1880年6月3日に、 ベールは世界で初めての無線電話を700フィート約200メートル余り離れた2棟の集合住宅の間で通信る実験を行った。最初の実用的な用途は軍用通信システムで長年使用され、最初は光学電信だった。ドイツの植民地平和開口通信を1904、5年にドイツ領南西アフリカ、現在のナミビアのヘレロ、 ナマクは虐殺イギリス、フランス、アメリカやオスマンの信号として利用した。第一次世界大戦の残豪戦で、有線通信はしばしば切断され、ドイツの信号は3種類のと呼ばれる、光学送信機が、日中は 4km2.5 マイルまでで夜は 8km5 マイルまでの距離で、赤いフィルターを使用して通信が検知されないようにして、使用された。光学電話通信は、 対戦終結時に試験されたが兵隊たちには配備されなかった。さらに専用のブリンクラッツが航空機、気球、戦車との通信で使用され勝利につながった。主要な技術的な段階は会話を送信する後派を変調してモールス信号を置き換えることが目的だった。カール・ツァイスは80、80を開発してドイツ軍は第二次世界大戦時に 対抗希望衛隊や大西洋岸での防空壕で使用した。1960年代にレーザーが発明され空間交通信に革命をもたらした。軍事機構は部分的に統合してそれらの開発を加速した。しかしながら技術は光ファイバー網の普及により失われた。多くの単純で廉価なリモコンで低速の赤外線を使用した通信が利用される。 これは技術として知られる。1987年に開示された国防総省の報告では自由空間レーザーがイスラエルの F-15 戦闘機に偵察、ミサイル追跡と照準を目的として備えられることが判明した。公務船団とは主に赤外線を使用した無線団である。通信できる範囲が光の到達する範囲内で限られているため、 非特性に優れる。主に人工衛星や宇宙船との間でレーザー等の光を媒体として通信を行う。光の特性上を見通せる範囲内であれば高速で通信が可能であるが、送受信機の光軸が一致していなければならず、追尾に高精度を要する。高速なおかつ長距離、不素システムに市場で需要があることが明らかである。2004年に カシコ通信コンソーシアムが日本で設立された。これは白色発光ダイオードの照明を屋内のローカルエリアネットワーク通信のために使用する研究者たちの成果をもとにする。これらのシステムは現在使用される従来の極超短波高周波を使用するシステムよりもシステム間の隔離、大きさ、送受信機の費用、無線の免許や 同じ通信システムを証明組み合わせることにおいて U である。2009年1月に可視光通信の専門部会が IEE802.157 として知られるパーソナルエリアネットワークの企画策定のために IEE で編成された。2010年にミネソタ州セントクラウドで使用が発表された。アマチュア無線の愛好家たちはコヒーレントではない、光原である。 高輝度発光ダイオードを使用してはるかに長距離まで到達した。2007年にに到達したと報告された。しかしながら使用する機材の物理的限界により、帯域幅はおよそ 4kHz に制限される。検出器には高感度のフォトダイオードと高インピーダンスの増幅器が必要でそのため、必然的にローパスフィルターで 4kHz になる。 他方で光原にレーザーを使用することによって光ファイバー通信に被験し得る高速の転送速度に達している。予定された転送速度は多様である。照明に用いられる低価格の白色発光ダイオードでは通常 20MHz まで変調可能である。効率的な変調方法を使用すれば容易に1 0 0 m b i s 以上の転送レートに至る可能で2010年に シーメンスは5 0 0ガビット、s 以上に達したと主張する。2009年に発表された研究では、LED 交通ライトを備えた自動運転車の交通整理を目的とした類似のシステムがある。2013年9月に、プユリフィーがエジンバラで l i i の作業が開始され、同様に市販の LED 電球を使用した高速接続の実証が実施された。 これまでの成果では抗体域の専用の LED が高速データ転送に使用された。新しいシステムである LI ファーストは、どの LED 素子の利用可能な光学波長を最大化することで、費用を削減しやないの自由空間光学システムの性能を高める。高速は非常に絞り込まれているので、クソでは追尾が困難で安全性が増える。 いくつかの事例においた暗号化が容易にできる。不祖はマイクロ波よりも電波障害に対して改善されている。屋外で使用する場合、原理的に制限する要素。これらの要素は受信信号の減衰や高い符号誤り率をもたらす。これらの対策として製造会社は複数の対策を用意する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。